あなたは途中でこっそり勝手口から裏手へ抜け出したんです。あら、後片付けはお済みになった？あの、バスルームが変なんですけど見ていただけませんか？だったら修理を頼んでおいてちょうだい。そうじゃないんです。ちょっと来てください。お願いします。仕方ない。そして出かけようとしたエリカさんを言葉巧みにバスルームへ誘い出した。変って何が？ほら、あそこです。バスタブには昨夜のうちにあなたがポリタンクで運んだ海水が入っていたんです。そうすれば肺に海水がたまり海で溺れたと思わせることができる。それからあなたはバスタブの水を抜き、動かなくなったエリカさんを勝手口から運び出した。そしてその体を車のトランクに入れて、シートやパラソルも一緒に車へ積み込む。免許はあなたしか持っていない。安全な隠し場所なわけです。